このようないろいろな資格が専門学校でも資格が取れると言われてますが、大学と比べるとどのように違うのでしょうか。専門学校っていうものはその資格、例えば介護福祉士になるための専門学校であれば、それだけではないのかもしれないですけど、それを目指してこう短期間の中で授業をやっていくと思うんですね。なので本当に最初から福祉の仕事でやっていきたい人にとっては集中的にやるので、それはそれでいいと思うんですけども、大学、特に聖学院大学では、福祉のことも学べますし、で福祉のことも学びながらも、あとはちょっとやっぱり福祉私には向かないかなっていう方でも、一般企業の方も受けたり学べたりはできるので、すごく幅が広いんですね。だから福祉学科だから福祉の仕事をつかなきゃいけないっていうこともないですし、この4年間で学んでいく中で、一般企業、全く関係ない会社、例えばユニクロとか、そういった同期の人たちで、そういった会社を勤めていく人たちもいますので、そういう幅広く学べるっていうのは、聖学院大学の強みかなっていうのはあります。ただ、幅が広い分、いろんな分野に手を出しすぎると、どれも中途半端になってしまうので、自主性はすごく問われます。で、あれもこれもってやってしまうと、結局自分が何をやりたいかっていうのは、分からなくなってしまうので、なので、この4年間の中で、本当に自分がどういう仕事に向いているとか、そういうことを把握してもらえれば、大学に入学して就職するまで、すごくためになるのかなとは思います。それがやっぱり専門学校と大学、うちの大学の大きな違いかなとは私は思います。ありがとうございます。これから実習に私も3年生になったら行くのですが、福祉関係の実習はいろいろあると聞いているんですけど、どのような実習があるんでしょうか。実習の種類もたくさんありますので、高齢者施設に行く実習、あとは知的障害者、知的障害児の施設の実習、あとは精神保健に関する実習っていう、さまざまな、実習場所があります。で、私は知的障害者の実習に行きました。で、約1ヶ月間ぐらいその実習をするんですけども、あとはですね、社会福祉協議会っていう施設に限らず、そういった公共のところでも実習先はあります。じゃあ、実習する上でこういうことはやめた方がいいとか、そういう注意の点とかってありますか。やっぱ本当に基本的なことですけど、遅刻をしないとか、それはやっぱり当たり前ですね。その実習先の職員の方に聞いたんですけども、遅刻をしちゃいそうなのに何にも連絡をしないでそのまま実習先に来たとか、で休みの連絡も入れないとか、そういったことがあったらしいんですね。やっぱりそれは、とても良くないことなので、遅刻をしないとか、あとは連絡習慣、実習時間はやっぱり朝早くから夕方までやるので、初めてそういった現場で学べるっていうことで疲れもかなりあります。なので、早寝早起き、本当に当たり前なことですけど、それはすごく大事です。
であとは実習先 で学んでいく中で、まあ、分からないことっていうのはすごいあると思うんですね。でそういった時に、そのままにしとかないで質問をすること、とにかく聞く。分からないことがあれば聞く、何でもいいと思います。あのこのご利用者さんの対応はどうしたらいいですかとか、もう小さなことでもいいから聞いてください。でそれはやっぱり実習先の職員さんも言っていることなんですけども、と実習先 その職員さんもその実習生がどうしたいのかっていうのがわからないっていうのはやっぱ多いらしいんですね。でなかなか実習生も緊張しちゃって聞けないこととかあると思うんですけども、でもその職員さんにしてみればその人にとってどうしたいのかとか何を持っているのかっていうのは言ってくれないとわからない。でそれが本当にその実習生本人のためになるのかっていうとならないので、やっぱり私も実習の中で、やっている時に何でもいいから質問してください。でそれはすごく大事なこと。